ハロー皆さん、どうも。パープロ2017ペナント編阪神タイガース日本一物語の続きやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。いや、毎回このタイトルコールね、言えるかどうか怪しいんやけどねなんとか言えてますね今のところ。さあ、今回の先発は誰にしようかな。これはもう秋山行ってもらおうか。秋山行ってもらいましょう。でだね、どうしようかな、これ。右、いや、違う、左をちょっと揃えたいところでもあるんだが、いや、ちょっとこれウェポンちょっと使えんね。好調な選手使おう。いやね、スランプの選手使わんと治らんからな。それが一番鬱陶しいよね。自然に治ってくれればいいんやけどね。自然治癒してくれればいいんやけど。キャッチャーは梅野で、ファーストロジャース行こうかな。うん、ロジャース行こう。ファーストロジャース行きましょう。で、鳥谷はちょっとこの打率じゃね。ドメさん、いやー、ちょっと甲子園だから、ちょっと高山は使えんな。広いし。で、これで行こうか。で、2番森越、チャンス来ねえぞ、これは。いや、こうだ、1番糸井さんにしよう。で、2番にしようか思ってこよう。もうちょっと下位打線は捨てましょう、今回。下位打線捨てる。うん。もう下位打線がやばいね、これは。うわ、ちょっとこれ下位打線やばくね?6 番大和て。うわー、もう守備重視。もう今回ちょっと守備重視でいこう。うん。まあ外野はあんま守備重視ではないがね。サードもやけど。よし、今回はね、チャンスになると私がプレイしていきます。じゃあやっていきましょうか。これでいいよな。OK。あ、森越はちょっとショート適正の方があるからね、セカンドより。だからセカンドに、ま、大和を回すって感じになる。いやー、これでもな、原口キャッチャー起用もちょっとね、ずっと原口をキャッチャー起用してきた俺からしてみればよ。原口をキャッチャーで使いたいんやけど、キャッチャーいいだからね、原口。それならまだ守備力に定評がある梅ちゃんを使った方がいいんじゃねえかっていう。調子次第だよな、だから原口キャッチャーも。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、今回はチャンスでプレーしていきますから、もうピッチャーはね、任せます。 CP に、あら、いきなり先制点を許す。しかし、そしてチャンス来ず。誰かがホームラン打ったかな、これ。お、すげえな、マジでチャンス来ねえじゃん、ここまで5回まで来ない。森越、いや、これ無理だ、当たりが良すぎたな。くそ。いや、でもナイバッチ、森越、梅野、いや、俺が操作、うわ、梅ちゃんホームラン打ってる。いや、これミート打ちだろ。俺が操作する梅野はね、打てるから。落ち着け。よし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 、よう見切る、見切っていけ。うわ、前に飛ばさんのか、それ絶好球。最低限、最低限、最低限、最低限。オッケーオッケーオッケー。やっぱ梅の神。やっぱ俺が操作すると梅のはね、こうやって最低限とかもしてくれるんだよね。ちょっと待って。来た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 。投手交代でしょ、これもう。いけるか？おい、ちょ、待てよ、投手データ見よう。いけん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 。これ無理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 。絶対無理。7回ね。いや、でもこれお前。横山は出せんな、さすがに。ちょっとこれは出せん。好調だけど、ちょっと横山は出せんな、これ。うわ、ちょっと待てよ、待てよ。7回誰生かす？アンドゥさんか。引退、アンドゥさん行く？エースコックとはもう呼ばせないよ。いや、もうここアンドゥさんだ、7回。うん。もう桑原はいないからね。いけるかな？あ、無理だわ。うわ、無理だわ。打たれるなー。誰が出て、横山出てきた。うわ、もう安藤さんダメかな。もうこっちでも引退かもしれん。そう言いたくないがね。で、江越、坂本俊介、今成と、まあ一応代打できそうな人がわりかし残ってるわ。うん、まあ、ここはロジャース行こう。ああ、ひどい。ちょ、ミート打ち、ミート打ち、これ打てる気すんな。一発逆転なんて狙わなくていい。コツンコツン当てるバッティング、コツンコツン当てるバッティングをした結果これです。
打同点のチャンス。初球抜けんわな。あ、抜けた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 。オッケー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 。ナイスナイスナイス。抜けんかと思った。あれいつも抜けんのよな俺の時。の CP の時はね都合よく抜けていくんやけどね、あの手の打球は。助かった。来た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 。うわクソみたいなターニングポイント、いらね。森越代打だなこれ。え無理だろこれ。ちょっと待って、ウェポンがサードに入ってるね。いや変に代打いらんか。うん、もう行かそう、もう行かせましょう森越。第9ダメです。行かした結果これです。次誰が出てくるんです、ピッチャー誰が出てくる。うわうわスーパーサイヤ人になるぞこれ。もう誰が出てきても一緒だよこれ。スーパーサイヤ人になると打つからね相手が。いや横山無理だ。え10回無理じゃねえな。行ってもらうしかないかもうこれ。行ってもらうしかねえわもう。で守備だけ原口キャッチャー。違うこれやばい。これこうだ。センター江越でレフト高山、やばいだろこれ。でウェポンがサードになってるのか。まっしゃー、でもいや無理だね。今なりにしとこう。ナイス横山、横山神これが俺たちの横山なのか。よし俊介俊介俊介。いやもうダーもバントすっか。この局面どうするどうする。いやしようしようしよう。バント丸ついてるし。あー何してんの一貫何して。真ん中やん今の。よしよしよし、めっちゃやりやすいボールだ。オッケー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 。糸井さんもミート打ちミート打ちミート打ち。変な小細工、変な小細工じゃない、いらんのよ。敬遠だ。ちょ水野も投げました。見送ってボール。二球目も外していきます。投げました。伊藤勝負させてもらえません。あ、もうキャッチャー原口かお前。ダイソー送るの忘れてたが、まあ今もう坂本しかおらんだろうもん。うわ高山か。これうち坂本しかおらんよね。第9投げた。いや高山はな。いやでもミート打ちだな俺は。第2球投げた。よっしょあれは見る。絶対あんなん詰まるってあれ。おい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 、うわマジかよ原口。ダイソー要員がおらんかったこれ。一旦は映画。お前よくこれでお前今2位だな。順位2位だからね。 CP がめっちゃお前やってくれてるわ、貢献してるわ。俺なんもしてないじゃんこれね。貢献度、俺の貢献度ってマジなんなんだろうこれ。ダメだヒット打てません。ヒットが出ません。いつも以上にこれはひどい。ほんでまた相手がスーパーサイヤ人モードだ。何度目の正直ですかこれ。いかんな。待てよ出てくるだろう。ドリスかい。ドリス出てきたね。もう原口のままでいい。待てよ。はい試合終了。チャンスをことごとく潰した私の責任でございました。ありがとうございます。完璧に勝てる試合でしたね。なぜあそこお前原口でスタート切ったんだ俺。いやルンバもルンバですわほんま。ばっかじゃなかなかルンバって言われても仕方がない。梅ちゃんやっぱ打撃ほんまこれはねダメです。もう改善できる、これ改善できると思う。そういうビジョンがみんな見えてるかおい。俺はねもう自分じゃわからない。もうみんなに問いたい。見えてる、絶対見えてないでしょ。そしてこれ見てくれもう中継ぎ全員使ってます。ひどいですこれ。1イニング投げてないから。あでもスタミナはいけるか。いやー和製オスンファンが打たれてこれはあいけてるのか。いやちょっとこれ安藤さんなどうしようかな。防御率詐欺になってきたよ最近ね。最近はね間違いなく防御率詐欺だ。序盤春先こそねあの活躍してくれてたんやけどね。あらーあらーもう
グッズはこれがあるからな。だから賭けみたいなもんだわ。あんな、いやもうシュ、ほんまトレードどうなってんだ。さあ、次行きましょう。気を取り直しね。ひどいです、ほんまに。もうチャンスをことごとく潰す。いつもの俺だ。もういつもの俺がね、久しぶりに戻ってきたとみんな思ってくれ。これ久しぶりに録画してるから。メッセンジャー、メッセンジャー。もう能見さん行かせない。もう絶対勝ちたいです、セーブ。みんな普通やね。伊藤さんがあれだった。もうウェポンは外そう、さすがに。これは無理でしょ。でロジャース、今回は梅ちゃんを外しましょう。うわ、でも俺梅の打てるからな。なんか原口をキャッチャーにしたら失点してるような気がするんだが、気のせい。そうではない。でロジャース4番、で森越2番はまずいので、1番糸井さん、2番西岡、3番福留、4番ロジャース、5番中谷、6番原口。これはさすがに6番原口にしとかんとやばいね。で、森越8番で OK でしょう。で、こうですね。で、センターは中谷と。レフト、OK。ウルフか。まあ、ウルフだから、エゴシ使いたいが、まあ、中田。いや、まあ、これでいいか。これでいこう。OK。で今回出番プレイ、私、今回ピンチになるとプレイしていきたいと思います。はい、 OK。 じゃあこれでね、やっていきたいと思います。ふう、まあね、1戦目はね、まあなんだろうね、何も言えねえ0点。もう試合的に0点です。阪神甲子園球場です。何の見どころもなくね、さーっと終わっていったからね。2回戦の模様をお送りいたします。さあ、勝ち頭メッセンジャー行きましょう。いや、今回リードオフマン糸井さんはなかなか打ってくれると思うんでね、やってくれますよ多分。さあ、いきなり取ってくれてピンチ来ないが、ここで源田。うわー、なんだこのピンチ。でも2アウトか。まあこれはちょっと同点覚悟しようぜ。まずは決めてきました。これで追い込みました。投げました。まあこれフランよな。これは、まあこれもフラン。ドロップカーブ。これ振らなかったらあんたどれ振りますの。おいおいおい、これが都合よく外野前に落ちるって、お前これ俺の時落ちないだろって。それね、毎回それ、いつも絶対外野か、お前てかセカンド取ってるよそれ。おかしいだろこれマジで。パワープロ2018、いや2019、いつか分からんけど、お前調整してください、これほんまに。都合よく行き過ぎだろ、相手の CPU の打球がよ。どんなお前、好都合なところに落ちてんだっていうね、もうそこにしかないよってところに落ちてるから。はい、落ち。なんとか浅村を三振取った。もう源田に打たれた。さすが源田だ。源田に打たれたって、源田だから打たれたんだろ。さすがルーキー、また源田だ。そしてクソみたいなピンチ。これがノリノリピッチャーのすることか。うまっ。うわ、ほんまバント成功率異常このゲーム。ノーアウトのなんだこのピンチ。本当に秋山です。もうこんなドロップカーブで抑えていくしかないからな。でもそれが外れるっていう。外れても膝元外れます。カウントワンボールワンストライク。ストライク。これ投げるとこねえよな。あんな高めのエッジ、インハイのさ、エッジスライダー打たれそう。ここ。おい、それ粘るんかお前。やめろよ。ほい。振らねえ。全力。ほい。ロジャース。ピーン。いやもう声がすごいことになった今。今みんなもううっさかったな、今。自分でも分かったもん。声がすごいことになった。はい、打たれる。意味ねえ。うわ、もうテンパって、さっきセカンドなんで投げてなかったんだ。お前テンパったんだよ、さっき呼んで。ロジャースのファインプレー台無しでーす。ひどい。ノリノリでこれだぜお前。そりゃ打たれるわ。
球を投げました。4球目空振り、タイミング合いません。これスプリット全く通用してなくね。打ちました。ピッチャーこれは守備範囲内アウト。いやもう変えますよこの回終わったら。ひどい。はい、もうピッチャー交代。安藤さん出てきたけど打たれるんでしょこれ。はい、打たれた。もうダメだ。安藤さんダメですこれ。エースコックに逆戻りだ。ファール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 。これスクイズしてくる。石崎になってるやんけ。第2球投げました。もう1球外します。サード牽制、キャッチはセーフ、三塁はセーフ。投げました。カーブ決まってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。打った。セカンドゴロ。ツーだろ。大和、そして森越。ナイス。ほんま安藤さんはダメだな。どうした最近の安藤さん。ピッチャー誰だ。石崎のままでいいよ。もう OKOK ナイス。次、岩崎出てきた。打たれた。そしておかわり。うわこれはもう外野前進できんな。おかわりは、うわちょっと待った。はい、今日はホームランを打っています。あ、進まんのかサードに。まあそりゃそうか、当たりが良すぎだね。そして巧みなバッティング。栗山イケメン。ここでイケメンはちょっと外野前進しとこうぜ。調子も考えたらそうだ。森越の残念。そこは森越ナイス。待てよ、負けた。いやもう先般は誰か、みんなもう名指しで OK だ。誰だと思う先般。俺です。俺かっこロジャースね。うん、あそこでね二塁にまともに投げてたらアウトだったから。あれテンパって俺一回丸ボタン押してね、ちょっと一塁の方に歩み寄ったんよね。ちょっと一塁踏んじゃおっかな的な感じになっちゃったから、まあ、やっちまったぜ。あれはテンパるわ。お前ゲームでこれだからな。実際のプロ野球選手ってやっぱすげえわ。あんな落ち着いてやれるかっつう話じゃない。あんな打ってはロジャース大活躍。ただお前原口大和ダメだ。あ、完全に足引っ張ってる。もう高山仕事してるね。これちょっと安藤さんやばいね。ちょ最近のエースコック、ほんまエースコックじゃねえかこれ。アウト一つも取れてないし、一本ヒット打たれただけで交代しとるしね。ほんでこれ、ちょっとこれは桑原の出番が近いな。いやー、おはぎさんがいてくれたらなーって思うよね、こうなってくると。なんでおはぎさん引退しちゃったんていう。原口選手、なんということだ。一週間だ。いや、これはもう二軍に落とそう。まあ、ちょうどいいんじゃねえか。原口もね、ちょっと最近、俺のせいもあるけどね、全く打ててなかったからね。リフレッシュしてこいという意味も兼ねてね、原口はちょっと落とそう。やっぱ打率がだいぶ落ちてるからね、これ。キャッチャーはもういらねえな、これね。一塁選手かな、こうなってくると。ロジャースしかないからな。もう中谷ロジャースだけでしょ、これ、一塁って。西岡とかも、まあ、今ちょっとね、パンチ力がある選手欲しいな。大山か。糸原か大山になってくるか、こうなると。陽花はね、ちょっとミート力と守備力もちょっとある選手がいいんだよ。陽花は上田。上田とかガリガリ、ガチガチに一軍見上げたいな。もう、加納さんね。可能も一軍に上げてあげたい。引退やからさ。よかったよかった。板山、伊藤、早田。ただしパワープロの早田はこれはあげれん。なんでこんなクソ微妙な感じな。鳥さんより微妙やしね。いやもう大山だなこれは。大山だ。初一軍昇格。投手、これもちょっと変えます。安藤さんね、好調か。な、これ見てやな。これ見て。この試合見てた。誰か上げる選手いるか。まあ、消化試合となって、ね、ルーキーっていうか、その、まだまだ若手の選手もね、一軍に上がってきたりしてますけど、藤川。もう藤川はちょっとね、打たれすぎやからね。
俺が操作する藤川はいいんやけど。まあいいわ。これちょっとこの試合様子見だわ。うん。まだちょっと2軍に下げるにはね、もうちょっと様子見よう。さあラスト。先発はもうこれはもう能見さんでしょ。仕方ないこれは。野手はもうみんな調子がいい。西岡、鳥さん。鳥さん、また打率が下がってるわ。先発は？嘘やろ、お前。打てるわけないだろ、お前。打てるか？エゴシはじゃあ使わんとくか。いや、エゴシ使うか。うん。もう、西岡以外好調ですから。こうしましょう。で、一塁は中谷。大山はね、控えです。で糸井さん1番2番西岡ロジャースは使わないで4番中谷5番江越いやチャンスあチャンスがあれだからなうわでも中谷もそうだなこれチャンスに強い糸井さん1番をやめとこうか今回糸井さん3番、まあ、西岡もチャンス強いからなこれほんなら今回森越2番で OK だわうん江越1番、2番森越、3番糸井さん。じゃあなんでお前今まで2番江越にせんかったんだって、森越にせんかったんだって話になってくるけどね。チャンスに強い西岡を6番。で、4番福留、中谷。ただ中谷もチャンスであれだからなぁ。こんでいいか。よし。で、出番設定で。チームがね、今回、チャンスピンチになると私、プレイしていきましょう。オッケー、これでいいでしょうね。本日ラストいきましょう。うわもうやばい、どうしよう。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対埼玉西武ライオンズセパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。大体この手のスポーツゲームってね、久しぶりにやると逆にうまくいくもんなんだよな。あ久しぶりにやると逆にさらに下手になってるからな、俺の場合もうどうしようもないっすよあ、ピンチ。先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で浅村、まあ、能見さんだからね、もうこれは許容範囲です。ピンチ招くのは特に驚きもなしだ。追い込んでから第3球を危ない球第4球を投げた打ちました。森越ボールを掴んだアウト。タイガースなおもピンチが続きます。打線がやばすぎ。第9投げた初球決まったストライク。ボールカウントワンボールワンストライク投げました。直球ストライクインローへ投げました。打ったサード正面のゴロ。サードから一塁送球アウト。オッケー、ちょっとお前2戦目で喋りすぎてなんか疲れた集中力はね、わりかしあるんやけど、トーク力の方がもうやばいっす。頼む頼む頼む、チャンスよ来てくれ。たもう中谷ミート打ち、もうチャンス F だからね、もう下手に引っ張るようにミート打ちでコツンコツン当てていこう。カウントワンボールワンストライク投げました。ボール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 、よしよしよし、遅すぎやろ。うわピッチャー取るんか、ダメだ、ほんまヒット出ない。今回はヒット出ません、多分出ないでしょう。いつも1本は出るんやけどな、最低。今回マジでヒットが出ねえ。あー今めっちゃ打たれたぞ。浅村外野前進しとこう。投げました。投球ボール二塁送球はどうだ。これはお前オンライン対戦ならお前バックホームするべきの感じだったな今のは。二塁投げた、二塁投げてる間にねバックホーム行くか。あこれ歩かそう、無理、歩かしても秋山なんだけどね。これは4番秋山やべえ、4番大島みたいなもんだろこれ。中日の決まったストライク、投球は3球目。うわもう秋山絶対打ちそうだよこんな。見るもんねそれ。ボール球全部見ます。そりゃそうなるよ、ボール球ピクリともせんもん CP が。おかしい、
ハーフスイングの概念を導入してください。コナミさん、お願いします。次回作はね、もうハーフスイング導入して、いつまでお前ハーフスイング導入せずにいいんだこのゲーム。ほんまにハーフスイングあるだけでもね、全然ちゃうと思うんだよ。三振取れるところを取れなかったりするじゃん今は。もう仕様のせいにしてやるからな、これからああいう時は。でチャンス全く来ねえし、負けるぞ負けるぞ負けるぞ。まあお前ね、こんなお前落ちるフォークなんて絶対みんなブンブン振り回すでしょ。ピクリともせんからね。うわもう2安打抑えられとるし、ほんでまた安藤さん打たれてるわ。防御率今3点台になってたよね。どうもこのおっさんあかん。ダメだ、2軍付けにしばらくなるかもな安藤さん。第3球を投げた、危ない球投げました、もう完全なボール球、平行カウント投げました、打ちました。これは中谷が、中谷もねファースト守備微妙なんだよな、これ適正なんぼだっけ。中谷いいとかじゃね、これめちゃくちゃアジリティが低い。タイガース外野は浅めの守備を取ります。オッケー、構想したね浅め、まあ、今のは定位置でも取れてたかな。三塁ランナー住谷、いやもうチャンス来たか。タイガースここはなんとか追いつきたい、まあ、チャンス来ても俺が打てねえんだよ。もう誰も使ってないからもう俊介入れとこ。タイガース外装起用します。あーなんかもう打てないもん、もう俺打てない打てないって思ってる。ほんまめっちゃネガティブになってるわ。ほらもうスライダーについていけてねえもん、ついていけてねえし。やべえマジで、もっとポジティブに。OKOKOK、 まあなんとかなんとかなんとか。あーヤマト二塁にはいけんかったかな今。梅ちゃんやばい、アウトなりそう。ここでアウトコース低め外れてボール、第2球投げた、ボール大丈夫、切りしたボール球、カウンター2ボールノーストライク投げた。よっしゃー、もう一回これ煽っていくぜ。オラオラオラ、ボール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 、よしナイス満塁。さっきと同じ満塁のピンチですよ。ZDS か、変えましょう。チャンス、うわーこれ誰いかす。高山はチャンス弱いし、大山はちょっと無理。鳥さんゲッツーあるんだよこれな、行く併殺持ち生かすわ。こういう時しか使わんぞ今の鳥さんの現状は。クソちゃんてだ。うわ打ち止めちゃんてややめろ。うわ一貫まずい、ゲッツー打つならまた三振の方がマシ。引退です。ゲームの鳥さんはね、ゲームの鳥さんは引退です。トリゲ見事なまでのトリゲ、ヒット打てません。何これ、なんだこのピンチ。いやもうこれは外野前進でいいでしょ。ホームランを打っています。ストレート、伸びのあるストレート投げました、もうカウントはワンボールワンストライクです。投げました、見送ってストレート、追い込んでいます。内角振った、ナイス。バッターは6番中村、通算350号本塁打まであと3本としています。オーマイガー、トゥゲザー。第2球投げました、インコース低め空振り。第3球はよしナイス、ワセオスンファン、さすが弟子だっただけあるわ。オスンファン、タイガース外野は浅めの守備を取ります。カーブ見送ってストライク、投げました、打った、取れるぞエゴシ、ナイス。残念そこがエゴシだ、オッケー、ナイス。石崎なんとか踏ん張りました。タイガースここはなんとか、これ誰か残ってるか、大山今成坂本一発狙うわ。もうここはね外れた、ボール、バッターよく見ました。第2球投げました、アウトコース高め。嘘やろ、あんなフォーク入っとるんかい。投げた、あー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 、どうだ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 、ダメだダメだ、どうだどうだどうだでね、R1L1R2L2 めっちゃ連打してました、それでアウト、恥ずかしい。ランナー2人残塁です。タイガース
ンチを迎えました。誰が出てきてる、横山か。ピッチャー変えましょう。もうここがね完璧に抑え、2対0か。スタミナ温存でいいわ。横山操作しやすいから。カウントワンボールワンストライク、ストライク。第4球を投げた。ストレートはもうそれを振らない。ツーボールツーストライク、流し打ち。どうだ、ファーストチャンス。はぁ、ゲームの仕様によって失点しましたね。そんな都合のいいとこに飛ばしますかね普通ね。もうこれパワープロです。これがパワープロ2017、超面白いわ。最高このゲーム。もうアマゾンレビューでね、もう5点満点だらけですよね、こんな面白いゲームは。絶対そうだわ。ああ多分100件、500件レビューあって、多分全員が全員ね、あの星5つですよ、アマゾンレビュー確実にね。見てないけどね、間違いない。もうこのゲームそうだわ。ああオッケー、ナイス。そのままベースを踏んで3アウト。海外からも評価されてるんじゃないかな。日本にね MLB 座礁を超えるね神ゲーがあるぞと。デフォルメされたキャラがねなんかやってるぞと。ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー二塁という場面で取りたい。取りさんか。あ、ちょ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 、今ねプロスピパワープロ、どっちもああいう打球ばっかです。本当にありがとうございます。第2球投げました。打たれる俺もね先般なんだから、都合よくあんなとこにね飛ばしたことないからね俺は。全部 CP の時だけ。いつ俺に出れてくれるんだよこのパワープロは。よほんまに最後はね俺の大好きな大好きなポップフライで試合終了です。え、クソみたいな30分でした、ありがとうございます。最後はねゼロ0点ゼロ風と言うんでしょうかね、ゼロ風でしょうか、あれはなんて言うんでしょう。完封ですわ。無理、勝てません。勝てる気配全くなかった今回ね。もうほんまに打てない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 。ただしここ重要なんですけどね、俺のプライドによりね難易度を下げたりロックオンをね上げ、ロックオンありにしたりすることはございませんので、ね、今後もねこのような試合展開が見られると思いますよ。皆さんよろしくお願いします。別にこの試合をね皆さんね目に焼き付けなくていいんだよ、覚えとかなくていいよ、うん、覚える必要性全くない。これからもねずっとみんなにねこういうねクソみたいな試合をねお届けしていくことになるから。 あこの今回だけじゃないからね、今後もだよ、うん、これからもずっとあなたにね見てる視聴者さんにねこのようなクソ展開をね お届けしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それが私です。よければねチャンネル登録してくれたら嬉しいですねこれでねチャンネル登録するバカがいるかっつう話だよ。はあ、謎の30分、うん、世界一無駄な30分とは今のことでしょうね。録画してるこの30分、無です、何もなかった。もっと有意義なね何かを過ごす時間を過ごせたでしょう。ほんまに噛んで言えんわ。オツです。福留さんの補給が下がりましたね。マテオなぜか劣化してます。劣化するような年ですか、あなた。采配、まずね今年引退する安藤さんを一応ね2軍送ってリフレッシュさせましょう。ちょっと最近はね CP がそう CP が勝手にやってもねちょっと情けないんでね内容が。桑原です。防御率見て、うん、9点台これも俺と CP がね CP7 割俺3割ぐらいかな、操作レベル操作で言うと。それでこの防御率、俺が全部操作してるわけじゃないからね。それでこれです。野手、まあ、野手はさっき見たね、いいわ。ウェポンももう使わなあかんけど使ってないからな、どうしようか今ない、どうしようかな。まあでも森越、森越、糸原でも糸原ね、まあ置いときましょう一応ウェポンは。はい、で起用設定ですわ、ここ変えとくわ。野手、あれ違うな、投手だ。桑原リード時、桑原リード時、横山が敗戦勝利になってるね。オッケーオッケー。
俺なんか外国人ね、他の調査してくれって言ってた気すんだけど、気のせいかな。三塁手、ああ、サードだ。トレードはね、まただ。シュンタ断られてるな。断るか、お前。竹下。ダメ。濃紺すぎやろ。何度もね言ってますけど、僕は糸井の後継者としてはね、俊太がふさわしいと思うんで、俊太か武田健吾どっちかですわ。うん、まあ俊太はちょっと関西出身じゃないんですけど、ちょっと俊太現実味がないっちゃ現実味がないんだが、いやもうこう金銭ですよもう、うん、いやあーもう選手な、これだってお前ゴメス使わんからねこれね、ゴメスよ、このゴメス、ゴメス、このロジャースゴメスね、公式のロジャースじゃない方のロジャースと、ゴメスね、これ。公式じゃないゴメス。うん、この二人、どうしようって感じなんよね。金銭。シュンタ何ポイントあればいけるかな ?8000。いや、ここはもう欲張ろう、もう。シュン、糸井の後継者1万2000だ。は?マジ?あ、なら、なら、あ、なら、ええわ、あ。もうね、選手を考えたらもう完全にこっちが損してるんですけどね、このゴメスと非公式ロジャース使わんのでね、これから。ゴメスとロジャースでお前なんとかしてくれよ、お前。外国人枠やばいことになるけど、あっちは。あっちも枠があれかいっぱいなんか、もしかしてこれ。だからか。はい、じゃあね、今回はこれにて終了です。次回はね、また後日やっていきたいと思います。またね、バイバーイ。